お疲れ様です。ラットです。そして YouTube バズルです。ありがとうございます。ライキさんじゃないですか。いやもうね、ちょっとライキパイセンスパルタ指導受けてる身なので、はい、はい、ちょっと久しぶりですね。久しぶりですね、はい、はい、まあもちろんね、サンドバッグやりたいなと思います。まあありがたいことにね、サンドバッグ企画ももうあの擦りに擦ってたくさんのハンデで、いやでもね、あの聞いてくださいよ、この前あのライクパイセンとねサンドバック企画やったんですけど、はい、僕4連勝しちゃったんですよ。それはちょっとね、これもちょっと危ういですよ。僕はライクさんをちょっと叱らないといけない。やっぱね、ちょっとあんまりハンデを与えすぎると、はい、僕勝っちゃうよというところで、今日はどんなサンドバックハンデを、はい、はい、今日はですね、今日はまあドズルさんになら初手キングロケット打っても、勝てるセット、あの、はい、やりたいなと思います。昔やりましたよね。前やりましたね、めっちゃ昔に1回。僕ね、はい、これ負けた気するんですよね。いや、勝ったと思います。もう初手にキングロケット打って、はい、もうあの僕が打つと同時にね、あ、打つと同時にスタート、はい、じゃあ6コス待たなくていい、溜まる、待たなくていいです、全然いいです。あ、6コスと、はい、まあ、6コスとキングタワー起動がおまけでついてくると、はいはい、そうです。勝ちたいけどね、これぶっちゃけもらったとは言えないんですよ。なぜならば、うまいから。本来ね、うん、6コスって相当アドですからね。いや、そうなんですよね。最初どれだけダメージ与えれるか。勝てる気しかしないですよ。本当に。じゃあ僕、どんな戦術使ってもずるいとかなしですよ、ね、はい、何でもいいですよ。もちろん、はい。初手ゴレ、ぜひぜひ。初手ゴレでもいいし。はい。OK です。じゃあ、僕、こちらでいきますわ。はい。僕は、ちょっとね。まあ、ドズルさんなんでね、タイドズルさんデッキ、あれタイドズルさんデッキ、はい、作ったんすか、はい、ちょ、いつでもいつでも、ロケットがもう出た瞬間いいんすか。あ、まあもうあれっすね、普通にドズルさんはバトルしていいっす。オッケーです、オッケー。初手ロケはありますか。ちなみに、あ、やった、あ、あった、はい、よし。あー、ちょっと待って、前に出ちゃった、前に出ちゃった、前に出ちゃった。いやいや、違う違う、あ、やばいやばい、ちょっとえ、これ違う、舐めてます。いや、舐めてます。違う、ロケットスタートかましすぎた。よし、舐めてます、舐めてないですか、これ。ちょっと舐めてますね。全然大丈夫ですか、大丈夫ですか。ありがたい。いやー、やられちゃった。いや、いや、言うてよ。だって、言うて、僕もミスったけど、確かに。あー、なるほどですね。このダメージ痛いっすね。これ結構ありますからね、ダメージ。言うてですよ。はい。エリゴレですか。いや、ちょっともうやっぱあの初手6コスもらえるっていうことでエリゴルで一気にキングまで行った。抱ける前に言いましたからね。いや、あれはちょっとやった。あー、はい、なるほど、あれはちょっとやっちゃいましたね。トルネードが、お、こっちっすね、やっぱこっちに出しつつ、ね、これはもう正解のムーブ。まあ、ちょっともうちょい攻め気で、いやー、ファルチェが厄介やの。あー、強い、やばい、やっちまった。頑張れ、ハルチェ。ハルチェさん、ちょっとお強いです。ああ、お強いですね、これ。お強いですね、これ。ちょっと待って。これ大丈夫ですか？大丈夫ですね、全然大丈夫。全然大丈夫ですか？やばい。いや、はい、まあまあ、一旦ね、ま。一旦落ち着いて。よいしょ。いやー、これ。まだ終わってない。あと1分ありました。試合ルール変更してないから、ね。はい、この3分間は一緒なんで、はい、ちょっと待ってください。いやー、これちょっとなー、いや、こっからも勝ちたいんだけど、ハルチが強いなー。よいしょ。はい、来ますねと。はいはい、はい。まあ、ダクネ、コウモリ。行くしかないですね、こう、はい。行って、来ますね、これは。もう行くしかないんですよ、僕は。で、わー、なるほど。まあ、そういうことですね。そういうことになりますわな。トルネで、あ、座れますね。これ吸いますね、もちろん。いやー、うまい。よいしょ。このギリ、うわ、マジか。やっとイリュージョンが炸裂してる。これはやばい。うまいわ、ちょっと。あれ？いや、違う。ハンデありましたっけ？ハンデあって。ハンデありましたっけ？それ違うし。あ、ちょ、待って。いやー、これちょっとね。いやー、何このデッキマジで。ちょっと。タイドズル。よいしょ。強すぎる。いや、ちょっとさすがに、あ、すごい芝じゃなかった。ああ、よかった。ありがとうございます。やばい、これはちょっと本当にやばい。惜しくもない。はい。ダクネエリゴレ違う。
いや分かってますよ、それぐらい。それは分かって、別にそのそこのミスに気づいてないわけではない。じゃあもう一戦いきましょう、もう一戦いきましょう。じゃあ作戦が違った、作戦が違いました。はい、やっぱこっちかな。うん、こっちですな。トロ高くないですか先生、ちょっとあまりにも、あまりにも高すぎる。あ、日本の方々みんなレベル高いんですよね、はい、なんで。あ、そうなんですか。今ローカル何位ぐらいなの。でも2、30ぐらいです。全然これで、はい、えぐい。ちょっと頑張らないといけないですね。みんな上手いですよね。あ、危ない危ない。おっとおっと、ロケット打つの忘れると思います。今回はちょっともうゴーリム、ゴーリムで一番使い慣れてるデッキで、はい、さっきみたいなミスなんでやっぱないんですよ、はい、エリゴレだったらちょっと合っちゃうんですけど、俺の前にダクネ行くことはないんで。いや、さっきのはやっぱ使い慣れないがゆえのミスなわけですよ。はいはいはい。しかもここ相手呪文ないんで、おいしいおいしいおいしい。ちょっとずるいですね。いやいや、もうこれはもうちゃんと使えるものは使っていくと。これロケットまだ回ってないはずなので、あー、痛い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 、頑張れ、強くね、頑張れ。え、本当にロカードありましたよね。ありましたありましたありました。あ、もう勝ったかな。いやいや、まだわかんないから。まだわかんないから。だってこっちはキングターンも起動してるんですよ。あ、確かに、はいはい、キングターンも起動してるし、はい、なんならもうダメアドも、それちょっと厄介ですね。ダメアドも取れてますから。よいしょ、おいしょおいしょおいしょ。まあ、これともちょっとこう受けて、ね、ゆっくり受けて、なるほどね、はい、いや、いいですねこれ。今回普通にシンプルに勝つかも。ハンデありましたよ、ハンデ。ハンデなしで勝つかもしれない今回。ありましたね。え、ありましたっけ。ありましたありました。いやでも、はい、これだって止めるのちょっと辛いんじゃないですか。これはまあ辛いか辛くないかで言うと辛いですけど ね、 ね、はい、よいしょ。いやー、いやらしいですね。これはあれ、まあまあある程度こう許容っていうね言葉もある。いやー、きついな。さあ、これちょっとゴレとかしたい。これちょっとゴレやられましたね。ライティニングちょっとね。まあ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 。とはいえどこで使うか。さあ1分間。そうですね。あ、それはちょっとやりますね。やりますねと。相手からするとこれが一番嫌なんでね。ここもちょっと。いやー、おしゃんなトルネで。あれ。しかもこれは。あと40秒ですよ先輩。いやー、これちょっとやった。いや、ちょっと待って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 。あれ、いやいやいや、違う違う違う、これロケット何回打てばいいですかね。惜しくもないっていう悲しさよな。よいしょ、不思議なことが起きますね。20秒。いやあら、なんであれ20秒ありますか。あ、短くなったんじゃないですか試合時間。あれ、変わってないですか。変わってないですか。まだ変わってないです。あ、なるほどですね、はい、こう早く終わるボタンみたいな実装されないですか。もう早送り、早送りボタン、早送りボタン欲しいですね。ちょっと実装が待たれるところでございますが、いやー、あ、なんで足りませんでしたね。いやー、なんかね、こう気が大きくなっちゃうんですよね。そのロッコスあるって思ったら気が大きくなっちゃって、なんか大カウンター食らって終わるみたいな。ラス1だけ、もう一回同じルールでお願いします。はい、全然。次が、次100ポイントで。あー、出ました。僕今2対0なんですよ、はい、そのルールで、はい、いつも負けるんですよ。なんかいろんなその企画とか、いろんな企画でラストをその100ポイント、そう、100ポイント制はやっぱり鉄板ですから。勝ったことないレベルで。そんな一番のハンデ、まさか。そうなんですよ。メンタルダメージ。ありがとうございます。お願いします。勝ちます。はい、初手ロケありますか。初手ロケまだわかんないですね。まだわかんない。はい、まだわかんないってことある。まだわかんないってことあります。どういうこと。はいはいはい、ありますね。すごい、3連続で初手ロケを引き当てるっていう。幸運さ。いや、これは吸えないでしょ。うわー、うまい、何これ。まあ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 。まあ、痛いけど。痛い、痛いですよ、痛いですよ。まあまあまあ。ハンデですね。まあ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 。これはでも一番、今までで一番いいハンデをもらった。ペッカラムですね。いや、もうこれが今一番僕仕上がったんで、実は。さっき一番自信あるゴレ。ゴレはやっぱ、はい、あの長い目で見ると一番仕上がってるんですけど、はい、これはもう今一番仕上がってるんで、はい。はい、マジやっちゃう。ちょっとやっすね。いや、これはもう、普通に勝たせていただきますよ。呪文がロケットだから気をつけないと。うわー、クロスボウ。
もうちょっと迷わず打ちますね。はいはい、迷わず打ちます。なるほどね。でライクパイセンに言われました。迷わず打てと。迷わず打てと。うーん、ちょっと働け。いやー、一発。よし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 、大事、まあまあ、この一発は大事。全然。ああ、なるほどですね。ちょっと痛いんですよね、この。じわっと出さないといけないんで。悪くない。まあまあまあ。こうちょっとピンチをね、はい、そう匂わせるっていうのもね、ちょっと僕の技術です。ピンチを匂わせる技術をお持ちなんですか。はいはいはい。ああ、なるほど、うまい。ちょっと。が嫌だな。やっかいですね、本当に。でも、こう下手に重ねると。ですよね、ですよね。いえいえ、もう、なんか。そんな気がしました。さっきからやられまくりなんで。やりますね。やりますね、ここは。さらに、ここは。いや、いいロケット。ただ痛いですね。これいいですね。悪くないですね。待ちますよ、僕は。待つんすか、まあ、クロスなんで僕もちょっと調子乗らず、ゆっくり行きます。で、ロケット使った後、はい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 。まあ、いつ攻めようかなって感じですね。やばい、迷わずに言ってない。迷わずに言ってない。やばい。いや、きついこれ。いやー、こうなるとちょっとやばいかもしれない。流れが変わった。流れが変わってきて、流れ変わりましたね、今。変わってる説があります、ね、あります。やばいやばい、ちょっと待って。いや、これ完全流れ変わってますね。え、きついんですけど。よし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 、悪くない。もう過剰に、まあまあ、よしよし、一回ね、過剰大事。700なんで悪くないですよ、悪くないですよ。まあまあ、僕も全然負けると思ってないんですよね。負けると思ってない今、はい、それはもう危機管理能力が足りない。いやー、いいロケットですね。よしよしよし。え、舐めてます。いや、舐めてないです、舐めてないです、全然ないじゃないですよ。スペル削りしてるじゃないですか。スペル削りもうちょっとラツパイセンぐらいだったらね、もういいかなと思って。え、スペル削りでも、ああ、それは迷いました。うわー、いいマジアチャ、いいマジアチャ、あ、いいマジアチャですね、これ。ええ本当に中身今ドゼルさんですか。イエス、今ライキさんみたいな。違います。飽きました、中身誰々は飽きました。あー、ちやばい、これちょっとやばいです。これで、まあ、ロケットで受ける、でライトニング削りする、ライトニング削りする。こんにちはです。やばい、これだけ頑張れお前ら、あれお前ら、いや、いける、頑張れ。あれ、そんなことありました。いやちょ、ないあれ、いや、ちょ待って、笑ってられるのも今のうち。いけ、ライトニング。やめて。よっしゃ。やった。やりました。やっぱ100点ルールがやっぱり。100点ルールやなんすよ。やっぱりそういうことなんですよね。いや、100対2ですから今日。あ、98点差あるんで、もうちょっと威張らないでいただければなと思うんですけれども。ずるいっすわ。100点ルールになった途端弱いじゃないですか。はい、村瀬先生。そうなんです、勝てないです、勝てないです。大事で、偶然。そんなことあります？本当に100点ルール、いつも負けるんですよ、いつも、本当に。めっちゃおもろいじゃん。いや、これもう、ラットバイ戦の弱点をね、発見してしまいました、僕はもう。はい、100点ルール、皆さんぜひ覚えて帰っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、まあ、いい感じに締めよう。はい、ということで。まあ、はい、僕の勝ちなんですか、もう負けです。ええー、負けですよ、もちろん。負けですか。だってルールですから、それが。はい、もうそれも負けです。もうちょっとあんま納得言ってないですけど。まあ僕の負けということで。よかったー。ちょっとまたね、サンドバッグやりたいと思うんでね、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひ概要欄にね、ドズルさんのチャンネルもね貼っておきますので、ぜひ、コラボ動画も上がります、ね。はい、上がります、はい、ぜひね見てみてください。お願いします。はい、よければねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。というわけで、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。